男性の嘘は早口になる。女性の嘘は口数が減り凝視する。髪や体を触ることを自己親密行動という。自己親密行動が多い人は甘えんぼ。会話中に唇によく触れる人は甘えんぼ。会話中によく爪を噛む人は甘えんぼ。あからさまな咳払いは怒りを伝えようとしている。あからさまな咳をする人がいるときはその場を離れる。昔の自慢話をする人は自信のなさの現れ。脇に手を挟む人は完全な拒絶状態。心理状態によって会話中に触る顔の部位は違う。後頭部を触る人は警戒している。額を触る人は冷静になろうとしている。